は釣り吉、令和2年の3月号は春ツゲウオのメバルを釣りにやってきました。ここは四国中央市の三川漁港の鳩です。身軽な感じでライトゲームですね、はい、それでメバルとか、まあ、釣れなければこう徐々にこう、うん、底探っていってガシラアコウなんかを狙えたらいいかなと思います。ピッ、どこ行きました？あ、ばっちりですね。行きました。釣れた。来た。まあまあの引きですか。おお、ガシラや。潮位が下がりてしまうとどこも釣りできになったらいかんので、どっかいいとこ探せたらいいなと。さて、三川港ではね、はい、もうちょっとだったので。そうですね、場所変わってきました。ちっちゃいです。大きさはつきません。イエーイ、よかった。光があって影になってる。そうです。この境目をこう釣ってくるんですよね。そこから小刻みに移動していきます。ちょっとずつ、はい、ちょっとずつって感じで。はい、あ、本当だ。ん？マジで？ちょっと、あ、来た。お、来た。やったー。なんだろう。カサゴです。どう見てもメバルには見えない。ちょっと目玉メバルかなと思ったけどカサゴです。名阪打ちで釣りました。カサゴです。カサゴが釣れましたよ。メバルや。メバル、メバルです。いいサイズですね。ボロちゃん何個取るかな。あ、大きい。あ、でかいや。メバルやん。メバル。うわ、でか。やった。パールホワイト。パールホワイト。なんてね、丸々です。丸々してる。ここもまあ、ここさっきと同じような感じで、明暗があって、障害物テトラがあって、はいはい、あ、すごい。あ、すごいすごい。大丈夫ですか。来たいや、すごい。いい感じ。うわ、これ税関の東側。東側、はい、工場のすぐ近くまで来てアコウです。すごいです。